この巻物に歴史の改変が発生しようとしています。今度も歴史を修正する戦いのダメージエネルギーを回収するのが狙いかしらね。ミラたちが出てきたら俺が向かいます。まずあなたは歴史の改変の原因を探り、その解決に当たってください。なあ、そもそもあいつらはエネルギーを集めて何をするつもりなんじゃ？そこまで大量のエネルギーを使うことといえば、おそらく暗黒魔界の復活でしょうね。暗黒魔界か。トワやダーブラの故郷ですよね。詳しくは。知らないのも無理ないわ。この宇宙の裏側、大きな隔たりの向こうにある別の世界だもの。トアは大量のエネルギーで2つの世界の境界線を消してしまうつもりなんじゃないかしら。そんなことが起きたら一体どうなってしまうんでしょうか。宇宙の半分が悪の世界になってしまうんじゃ。そう、そんなことさせるわけにはいかない。絶対に阻止しないといけませんね。人手がもっと欲しいな。俺のパートナーが帰ってきていれば。まだ帰ってきとらんの。心配じゃな。まあまあ、ミラたちを追っていればそのうち合流できるわよ。今回異変の起きた巻物には復活したフリーザとの戦いの歴史が収められているわ。フリーザですか。油断してはいかんぞ。油断はしませんが、一度倒した相手ですからね。俺もた…バカモン、あやつを甘く見るでない。あんなやつ一撃で倒せるとか思ったのと痛い目を見ることになるぞ。あやつは生まれついての強者。今まで一度もトレーニングをしたことがないんじゃ。その気になって己を鍛えればどこまで強くなるのか、わしにも想像がつかん。この歴史のフリーザは極限まで鍛えて大幅にパワーアップしているわ。はっきり言って以前のフリーザとは別次元よ。覚悟して当たってちょうだい。それほどまでに強いんですか。そういうことじゃ。頑張るんじゃぞ。その間にお友達の皆さんみんな死んでいただきましょうか。仕方ないな。ちょっとだけ助けてやろう。ところがこのフリーザとドローンのスーパーエリートをサポートする役目を与えるぞ。なんて数の戦士なんだ。しかも全員機能がないのはおかしい。タオさんとドローンさんが来るまでなんとか持ちこたえてください。どれでこいつ。フリーザ変わった友達です。でも誰とも結構な戦闘力を感じるぞ。さすがサイヤ人、味方になるととても頼もしい。翼に遠慮せずもっとやっていいぞ。よっ！
ざわざ殺さないように。優しいですね。孫悟空はこの極悪人の私でさえ殺そうとしませんでしたか、ね、皆さん、なんて素晴らしい人格者なんでしょう。まったく、手とか出ませんね。わかってはいなくても、フリーザにも随分質が落ちましたね。あなたには少しだけ、退屈しのに付き合ってもらいましょうか。アンダ君はどのように踊りたいとも、生かしておくつもりはありませんけどね。知ってる。あいつ、フリーザ相手にも負けてないぞ。いや、まだ俺は、これは。俺は本気を出しちゃいない。あとは俺たちと違う次元の脱出。全員で戦う。今度こそ私はお断りだぞ。もう十分活躍してやっただろう。ちょっと、ソン君が瞬間移動するから、みんなも最大限にパワーを上げるように。そうか、わかった。もうこんなタイミングだよ。まっ、呼んでいるようですね。嘘。あいつを